してホームランヒット打たれた後にフォアボールが1つという感じです、ね、はい。まあ、またここもね、ワンアウト、ツーアウトと打たせて取るピッチングで1番バッターの浜を迎えます、まあ、先ほどは 第2打席センターへのヒットを放っている浜です。まあ、ここも松田さん、やっぱりしっかり抑えたら、まあ、本来の吉村大輔投手のピッチングなのかなと思います。そうですね、3人で切れれば次3番から始まりますし、いい流れでいけるんで、そうですね、はい。まあ、また膠着とした状態に入ってくるのか。しかし快音響いてライトへ運ぶ、2打席連続ヒット、浜が出塁しました。ツーアウト、ランナー1塁です。アウトコースの球、ライトへ運んでいきました。浜選手いいバッターですね、2安打目ですか。そうですね、うん、はい。試合目のヒットを放った浜、浜を一塁に置いて2番の坂口です。まあ、先ほどは三振でした。第2打席ライトへフライ、それから2打席目が三振という今日の坂口選手の成績です。まあ、またここ一発あるかもしれないですから、気をつけたいところ。さあ、ランナー走る、うん、そして二塁への送球、センターへボールが転がっている間に浜は二塁から三塁に行きました。ツーアウト、ランナー三塁。